はい、皆さんこんにちは、こんばんは。撮影したんですけど、ちょっとノイズがね、これのね、ノイズが乗っちゃって、ちょっともうボツにしちゃいました。さすがにさーって、もうなんかもう最初からもうなんかもうホワイトノイズみたいな感じにノイズがね乗ってて、もう最初からダメだったので、もう撮り直してます。今日は、Y モバイルの、速度制限かかった後のどれくらい使い物になるのか、っていう検証をやっていきたいと思います。まずは動画じゃなくてニュース、まあこんな感じ。うん、ちょっと待てば大丈夫かな。うん、こんな感じね。うん、画像がまだ表示されてないですね。うん、されましたね。うん、じゃあ次動画行きたいと思います。自分の動画をね再生してみたいと思います。ちょっと夜中なんで、ちょっと音量は下げさせていただきます。これで 1080p にしたいと思います。うん、くるくるになってますね。電池が 14% しかないんで、ちょっと持つかな。持っててくれると嬉しいんですけどね。どうかな、きついきついかな。一応待てば再生はされるんですけど、ちょっときついかな、やっぱり。一応待てばね、ちょっとごめんなさい、ちょっと暗くしますね。白飛びしちゃってるんですよね。ちょっときついかな。うん、じゃあ 720p で。はい、1メガだとちょっと動画はきついかな、やっぱり。ついね、いいところで止まっちゃったよね。じゃあ 480p。 うん、止まってる。じゃあ自動でやってみましょうか。自動だとどれくらいになってんの？ 360p になってんだ。これはピサティライトの2ヶ月使用感レビューなんですけど、次ファーウェイがね出るかどうかもちょっとわかんないんで、動画ね、使用感レビューね、
次はね、1年間レビューっていうか、次は6ヶ月レビューでもちょっとね、やってみましょうかね。次はね、どうなったのかっていう。次ね、Y モバイルで、ファーウェイね、出るかどうかちょっと、なんともわからないんでね、そこがね、ダメだったら、まあ、OPPO ね。OPPO も結構気になってはいるんですけどね。まあ、こんな感じですね。じゃあ、早送りでちょっとやってみようか。早送り。1080p の、まあ、ちょっと無理があるかな、やっぱり。くるくるになってるけど、ほぼノーカットでいきたいと思いますんで、そこはご了承お願いします。変わらないかな。今これ Wi-Fi 切った状態で今やってます。まあ、こんな感じでした。じゃあ次、サクッといきますよ。次はこちらをね、やっていきたいと思います。 LTE は Y モバイルにちょっと逆になっちゃってる可能性ありますけど、 Y モバイルって出てます。まあ、これくらい出てれば上等じゃないですかね。前はね、128kbps ってかなり遅くて使い物になんなかったんですけど、まあ、1mbps になってからかなりね、画像とかね、そういうニュースとか画像とか出てきたりするとちょっときついんですけど、まあ、待てないほどってわけじゃないんで、まあ、こんな感じね。じゃあ次はね、画像あるとちょっと遅いですけど、普通にもう読み込んじゃってますね。動画系とかだときついんですけど、なかなかいいんじゃないでしょうかね。で、僕これで動画とかは見ないんですけど、音楽ね、Amazon Music の方僕は利用してるんですけど、特に途切れたりはしません。で、SD カードっていうかもうあらかじめダウンロードして僕は使ってますんで、そこのところは問題はありません。で、今ね、速度比較とかやったんですけど、これで速度制限かかった状態で、さっき収録ね、して、LINE 電話、音声じゃなくて映像の方、こっちからこっちに、かけて、まあ、こっちか、で、やってみたんですけど、映像の方ね、若干荒いんですけど、音声テレビ電話ですよ、 LINE の映像電話は一応できること確認しました。ただちょっと荒いです。なので LINE 側で自動的に調整されている可能性はあります。それかキャリアの方でね、まあ最適な感じで荒くなっている可能性はあります。ただ全くできない、本当になんていうんですかね、速度制限あまりにも
128kbps で本当に遅すぎると映像ねカクカクになったりとか、なんかテレビデオみたいな感じでねなったりするんですけど、そういうもんないので、うん、まあ粗いのはねこれはちょっと、うん、我慢は必要かもしれないですけど、まあできないよりかは全然ねいいと思います。うん、ただ粗いのでちょっとね粗いのをねちょっと嫌だなと思う方は、まあWi-Fi 環境ね、うん、あった方がいいと思います。ちょっとね、親がね、まあ、もうそろ来るので、まあ、今日は簡単な検証のね、レビューをさせていただきました。もしね、この動画がね、よろしければ、チャンネル登録と高評価、拡散もよろしくお願いします。あとね、まあ、周りの友達などにね、まあ、シェアとかしてもらえるととても助かります。今日は簡単なY モバイルの 1Mbps になった時にっていうか速度制限かかった状態でどれくらい使えるのかっていう簡単な検証をやってみました。今日はねこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。さようなら。